1977年の北見京立駅と周囲約500メートル範囲。上が網走方面。右に所川が流れる。かつては、島式ホーム一面二線と、駅裏側に副本線を有していたが、すでに無人化されて、駅舎側本線と駅裏の副本線は、撤去されて防線化されている。駅裏南側には、 農作物の貨物取扱い用に設けられた倉庫が、踏切の南側には、職員感謝が残されている。この集落はこの駅と共に形成されたようで、開業前は周囲にほとんど民家がなかった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成北見協立駅は、北海道ところところ町あざ協立に、かつて設置されていた。 日本国有鉄道有毛線の駅である。電報略号は与。有毛線の廃線に伴い、1987年3月20日に廃駅となった。当駅から所駅までは奥村鉄山専用軌道の軌道跡を利用している。廃止時点で、島式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した、点鉄器を持たない、 防線駅となっていた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、校内の東側に位置し、ホームとを結ぶ通路で連絡した。駅自体は、完全無人駅であったが、駅近隣の商店が、乗車券を取り扱う、簡易委託駅となっていた。受託者は、雑貨店主で、当期は、駅舎の除雪も行っていた。当駅が所在した地名に、 旧国名の北見を冠した。当地は以前、下川沿いの名であったが、1941年、解消された。土地改良が行われ、将来農家が共に立つように、との願いから付けられた。強立駅は存在しないが、旧国名を冠している。1988年9月時点で、駅舎及び駅構内の施設はすでに撤去されており、2011年時点では、 鉄道関連の意向は何も残っていない。駅跡地には現在、ゲートボール場とその関係の建物がある。ありがとうございます。